先日おしゃれな靴屋さんに行ってからというもの、デザイン地区がお気に入りです。今日は朝おやつを食べに来ました。おやつ。いただきます。おいしい。ビーガンっていうからちょっとだけ警戒してたんですけれども、特にあのオーツ麦のオーツミルクがちょっと私怖かったんですけど、いやいや普通にサクサクしてて美味しいですね。え、ビーガンごめん、ちょっと警戒して。動物性食品を一切口にしない完全菜食主義ビーガン、勝手に厳格なイメージを抱いていましたが、ドーナツは特に厳格な味ではなかったですね。美味しい。思い込みってもったいないですね。音が取れてますよね。いいんですか、いただいて。すみません。でこれも、うん、おいしい。モカおいしい。コーヒーの味がする。当たり前か。うん、おいしい。サクサクだ。ごちそうさまでした。食べ終わりました。じゃじゃん。感想ですね、ビーガン最高っていう。な
んかね、あの気のせいなんですけど罪悪感が少なくてですね、 ペロッといけちゃいました。そして満足感もあります。かなりおすすめですね。これテイクアウトして近くの公園とかもいいなと思いまして、場所がまあプラボーリデザイン地区のほんと真ん中なので、お買い物ちょっとドーナツ公園休憩とか最高ですかね。ぜひ旅の途中に寄られてください。おすすめです。タルビタルビクシーサーアヨコロってこう、ね、かわいい。何これ、顔みたいに見えるし、何ちっちゃい、欲しい。もう歩行散歩これでやりますか。なんかこう、はい皆さんこんにちは、今日はみたいな、めちゃくちゃいいお店ですね。買おうかな本当に。あれでどこ行こうかな。でもHa ha ha ha.